バレットクラブは、新日本プロレスのヒールユニット。初代リーダーのプリンス・デビット時代のバレットクラブ。二代目リーダーのアージ・スタイルズ時代のバレットクラブ。所属選手は、外国勢中心で構成しており、日本人として、高橋博士二郎、石森太氏に、ジャドー、ゲドー、ケンタ、エビル、ディック統合が参加している。 そのほとんどの選手が正当派ファイトを売りにした人気の高い選手たちであった。メンバーは指でピストルの引き金を引くポーズを見せている。結成当初は主にタイトルマッチなどでメンバーが介入したり狂気を使ったりといった反則行為が定着していた。2016年にケニー・オメガがヘビー級転向をしリーダーになると正当なスタイルで ベストバート級の試合を次々に見せ、反則行為が徐々になくなっていき、ケニーを中心にアメリカなどの国外のファンからも圧倒的な支持を得るようになる。しかし、再び2018年の G1 クライマックス頃から、結成当時のような旅を越した反則攻撃は元より、メンバーの対戦試合が行われると仲間の乱入で対戦を妨害したり、 メンバーが敗北する3カウント決着寸前のところで、レフェリーをリングから引っ張り出したりと、問題行動が多く見られるようになる。これに対し、ファンからは愚か、他のレスラーからの評判も、かなり悪いようである。勝利を得たとしても、ブーイングが巻き起こっているほど汚い試合運びに、へきエしているファンも多い。メンバーが試合をするときは必ずと言っていいほど、セコンドがついてくる。 2013年2月3日、タッグマッチながら、プリンス・デビットが、当時の IWGP ヘビー級王者の棚橋、広氏から、ピンフォール勝ちを奪い、同王座への挑戦を視野に入れる発言をほのめかした。3月3日にデビットはノンタイトルながら、棚橋とのシングルマッチが組まれ対戦するも、敗戦した。その後、デビットは、 ツイッター上で選手に対して無差別に挑発的なツイートを送り始める。4月5日、デビットはアレックス・シェリーを相手に IWGP ジュニアヘビー級王座の3度目の防衛に成功した。だが、試合後にデビットはリング上で横たわるシェリーを踏みつける防御を観行するなど、暴走が次第に加速していくようになっていった。4月7日、インベージョンアタックで、 田口隆介とのタッグチームアポロ55として、串田シ,シェリー組のタイムスプリターズが保持する IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦したが、田口が串田に敗れベルトダッシュはならなかった。しかし、試合後にデビットが田口を強襲し、アポロ55の解散を宣言した。同時に強襲に加担したバッドラックファレをバウンサーにつけ、デビットは自らリアルロックンドーラと称した。 5月3日、福岡国際センター大会でデビットは、ファレとタッグを組み、田口キャプテンニュージャパン組と対戦。デビットはこの試合に勝利を収めた後、ユニット名をバレットクラブと命名した。さらに、同日に行われた、棚橋 VS カール・アンダーソンの試合後に乱入。試合を終えたばかりのアンダーソンとそのセコンドについていた、タマトンガと結託し、 リング上で棚橋を袋叩きにした、オリジナルメンバーのみ表記する。ありがとうございます。